高和歌鉄道、高弱鉄道線は、美琶湖西岸に沿って、滋賀県大津市の浜大津駅から、滋賀県高島郡今津町、現高島市の大見今津駅までを結んでいた、高和歌鉄道の鉄道路線である。1969年に全線が廃止されたが、道路線を運営していた企業は、鉄道事業廃止後も湖西線運営線など、滋賀県西部で、 路線バス営業を行う公弱交通、京阪グループとして存続している。公若鉄道とは、大海と若狭とを結ぶ目的で設立された鉄道会社である。車掌は、大海の王と若狭の W を組み合わせており、鉄道事業の廃止後に社名を高弱交,交通と改めた後も、王子からのものが引き続き用されている。1919 19年。 大正8年8月19日に、新居浜大津、大津市福井県尾入郡三宅村、現、三方上中郡若狭町間の鉄道不設免許状が、下付され、1920年、大正9年2月に、高若鉄道が設立された。設立時の出資者には、当時の滋賀県知事や、比叡山延暦寺など、地元有力者が名を連ねていた。ちなみに、会社発足時点では、 滋賀県下最大の企業であったという。1921年、大正10年に、滋賀県の三寺下てらしたキ山間 6km をもって開業した後山寺延伸し、10年後の1931年、昭和6年には、浜大津海松間 51km を全通させた。これにより、琵琶湖西岸の役に、三に及ぶ中間鉄道路線が開通したが、伊北の建設は、 資金不足と人工規薄地帯であるため断念した。戦前にはいち早く当時日本最大クラスのガソリン動車を導入するなど先進技術の導入には熱心であった。この機動車の導入は京阪神圏から降落客を呼び込むにあたり、電車に慣れた都市の住民に蒸気機関車の煙で不快な思いをさせては集客に影響するという点が要因であったという。 しかしながら、浜大津坂本間は、京阪電気鉄道の石山坂本線とほぼ並行しており、電車によるフリークエント運転には対抗できなかった。そのため、片田や今津など、坂本以北からの乗客が中心で、石山坂本線と住み分けがなされていた。戦後は、自社オリジナル設計の先前性、ガソリンカーの期間を、 ディーゼルエンジンに換装した車両に加え、日本国有鉄道、国鉄から機動車の大量払い下げを受けて、主力車としたほか、最新 A ディーゼル機関車を相次いで導入したが、モータリゼーションに押される形で、乗客は減少し、経営は苦しくなった。京阪電気鉄道の支援を受けて1961年7月より、京阪の参加となった。京阪の支援と合理化。 副業部門の強化など、経営努力で経営を維持していたが、国鉄湖再生建設が決定したため、同社の鉄道事業が圧迫されるとして、1969年に鉄道事業を廃止し、その鉄道用地を湖再生建設にあたる日本鉄道建設公団に売却した。実際のところ、この絵若鉄道は、関西と北陸を結ぶ短絡路線として将来、 国鉄に買い上げてもらうことを念頭に建設されたものであった。古西線建設の話が持ち上がった頃から、地元の有力政治家を巻き込んで、日本鉄道建設公団と交渉にあたり、全線のうち約3 1トルの路盤を同線に転用することや、同線建設の際はできる限り、え、和歌鉄道の駅を引き継ぐことで合意し、高和歌鉄道の廃止が決定した。ただし、 実際には買い上げられた路盤のうち転用されなかった部分も少なからずあり、路盤の買い上げを表向きの理由とした営業保障という側面も強かったようである。国鉄が職員の一部引き受けを確約したことで交渉が妥結に向かった。現在でも湖西線の和寺北小松間において駅間距離が比較的短いのはこれらの交渉結果の名残である。 買収価格のうち土地の買収価格は17億3800万円である。路盤は総面積69万メートルのうち40万9900メートル、約59%、延長では51.165キロメートルのうち32.596キロメートル、約64%が買収されたが、そのうち湖西線の敷地として利用された延長は27.180キロメートルで、 ある。また、従業員302名のうち、国鉄50名、京阪電気鉄道29名、平作道8名が採用された他持ち退職100名が、おり、残りは自動車部並びに自動車整備工場への再就職が決まった。なお、買収価格の合計は離職者、保証、3、700万円を含む17億7、500万円だった。 高和化鉄道の悲願であった福井県若狭地方への鉄道延伸は1922年交付の改正鉄道不設法に盛り込まれ、第二次世界大戦後は国鉄がその計画を引き継いだ。近年は市が福井両県が主体となる美和湖若狭湾快速鉄道若狭リゾートラインとして構想がなされていたが、2016年に北陸新幹線がオバマ 京都を経営することが決定したため必要性が薄れ、翌2017年に建設促進運動も中止され、事実上の計画中止となった。浜大津税間は、国鉄東海道本線貨物支線、京阪石山坂本線との共用区間だが、高和化鉄道及び国鉄は、狂気、京阪は標準期と期間が異なるため参戦機場となっていた。 廃止まで参戦機場を使って国鉄との貨物の受け渡しを行っていた。高和歌鉄道は、京阪系列、京阪グループの鉄道路線で、浜大津駅が京阪大津線との乗り換え駅だった経緯もあり、京阪の主要各駅から大津線、浜大津駅経由で、浜大津大見今津間の各駅への連絡乗車券が販売されていた。京阪側では、 京神線急行を介して、高和歌鉄道の列車に接続する、上りの京阪特急に、平野副標識を装着して運行していた。1969年の廃止直前においては、浜大津大見舞子間で、毎時2本、大見舞子大見今津間では、毎時1本程度の列車が運行されていた。また、琵琶湖での湖水浴が可能となる夏季の水泳シーズンには、 水質の良い湖北よりの湖水浴場、水泳場へ、降落客を輸送するため、客車、国鉄より借り入れたものも含むによる、臨時列車も、多運行された。1950年代半ばまでは、蒸気機関車、それ以後は、ディーゼル機関車が経営した。さらに、戦前には、湖西北部のスキー場への輸送のため、大阪を、週末の深夜に出発し、早朝に、 大見今津に着く臨時列車が運行されたこともある。袋は午後に大見今津を立って夜に大阪に帰着するダイヤであった。1931年にガソリンカーを導入、同年には当時日本の私鉄機動車としては最大の18メートル級ガソリンカーを運用開始した先進私鉄であった。戦後もガソリンカーのディーゼルエンジン化。 国鉄中古機動車の大量導入を進め、西日本切手の機動車保有施設となった。戦前製車両は、戦後、経年による大枠水化対策の措置として、トラスバー強工事を施された事例が多く見られた。配線時に車席のあった車両はワニ、7、ワム11から13、ワ百105、ワフ450、ワフ280、とイとト200、202、 トム306。また、トニ、ト207、トム300 30、301、305の5両は、高和歌で廃車された後に、三義鉄道へと譲渡されたが、現在は、全車廃車されている。全駅滋賀県に所在。駅名、接続路線の事業者名、駅の所在地、停車駅は、高和歌鉄道廃止時点のもの。ンとあるのは、 臨時駅で、軽減場前駅以外は、夏季の水泳シーズンのみ開設された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。